こんにちは、吉田佐和子です。今日はですね、マウスピースについてのご質問をいただいたので、そちらに答えていきたいと思います。じゃあ読んでいきますね。マウスピースについて質問させてください。以前、大学時代はピルシャーのマウスピースを使用していて、息の通りが自分の好みだったのですが、生産終了してしまってからバンドレンを約2年ほど使用しています。使用していての感覚ですが、息の入れる方向の振り幅がピルシャーに比べて少し狭く感じます。それはメーカーの傾向なのか、それともモデルが自分に合っていないのか、自分のせいなのか。吉田さんがマウスピースをいろいろ試してみての感想などを教えていただけたら嬉しいです。ちなみに B40 ライヤーを使っています、というご質問をいただきました。ありがとうございます。私もね、実はビューシャー使ってたんですよ。で、パリには持ってきてないんですけど、日本にはまだ全然あって、この質問者さんが使っておられるっていう B40 ライヤーも使ってたことがあります。で、私の回答としてはですね、まずビューシャーとバンドレン、それぞれの傾向があるのはもちろんなんですけど、ちょっと前に出した動画にマウスピースの裏側にね、ついてるこのマークによって製造者さんが違うっていうね、話をした動画があるんですけど、本当に同じ B40 ライヤーでも拭き心地が違うんですね。なので、これは自分のせいとかじゃなくて、個体差によるものですとしか言いようがないんですよね。ただ質問を読みしてると、ピルシャーを使っておられた時の息の入れ方が結構気に入っておられたのかなという気がしたので、それにね、より近いものを選ぶのが一番かなと思います。なので、もしね、そのビルシャーのマウスピースがまだ残っていたら、それも持って行って、新しいマウスピースを選んでみるっていう風にすると、一番近いものが見つけられるんじゃないかなと思います。もちろんそれぞれのモデルによって基本の形があるんですけど、その中でもかなり息が入りやすいものと入りにくいもの、その幅っていうほどでも表現できると思うんですけど、それは個体差があるというのが現実ですね。質問にお答えすると、ピルシャーのマウスピースに比べてバンドレンのマウスピースに息を入れられる幅が狭いかというと、やっぱりそれは本当に個体差があるので、一概には言えませんということです。なので、私は今バンドレンの BD5 を使っているんですけど、私のレッスンを受けに来てくれた人で、結構 BD5 ユーザーが多かったので何度も吹いてるんですけど、私はかなりこう息がまとまるものを選んでるんですけど、本当にそれぞれ個体差があるので、息がまとまらずにちょっと広がるような感じがするものもあったし、これは全然自分のせいじゃないので、自分の好みがね、多分もうはっきりしておられると思うので、それに近いものを選ぶようにしてみてください。で、ちょっと気になったんですけど、自分のせいなのかなって思う時ってね、結構ある人もいると思うんですよ。楽器を始めた頃は自分にとって何がいいかっていうのがわからないと思うので、楽器に自分を合わせていくっていう感じだと思うんですよ。で、全然それでいいんですけど、楽器を吹いて何年か経ってきたら、自分の好みの吹奏感とか、それこそマウスピースで言うとこういう風に息を入れたいとか、そういう自分の中での好みっていうのがだんだんできてくると思うんですよね。で、そういう時にこう楽器に自分を合わせに行くんじゃなくて、楽器の方を自分に合わせる。なので、今回だったら自分に合うマウスピースをこう選ぶっていうことをしないと、マウスピースを選んでから自分を合わせていくと、自分にしっかり好みとかがあるのに、それをこう消してマウスピースとかに合わせちゃう感じになるので、そうするとなんか分からなくなってきちゃうんですよね、こう基準とかが。特にマウスピースってどんどん新しいものも出てきますし、流行りとか周りの人がすごくいいって言ってて評判がいいっていうものもあるじゃないですか。でも自分で試してみて、あ、合わへんなって思ったら、やっぱりそれはもう合わないってことなので使わなくていいと思うんですね。で、マウスピースも最初は良かったかもしれないけど、使っているうちになんか違うなとか、自分の好みが変わってきたなとかいう時は変えていいと思います。で、そういう時に、あ、自分が悪いんかなっていうふうには全然考えなくていいと思いますので、そこのね、考え方、楽器に自分を合わせるんじゃなくて、自分の好みに楽器を合わせる、自分の好みに合うものを選ぶという感じで意識してもらえたらなと思います。はい、ということで、今回はマウスピースに関する質問にお答えしました。この動画がちょっとでもためになったよという人や、自分の好みに合わせていろいろ選んでみようかなと思った人は、ぜひグッドボタンお願いします。皆さんからのチャンネル登録もお待ちしています。それではまたお会いしましょう。バイバイ。